あの2組によ、すっげえ可愛い子が転校してきたらしいぜ。マジかよ。どれどれ、あの子かな。うわ、ほんとだ。なんかみたいな制服だな。どこ行くんだよ、龍平。ほら、助けてやって、一丁かっこいいとこ見せちゃえよ。ほらほら。はいはい、そこまで。野上さん困ってるでしょ。もう授業始まるんだから、みんな席つきなよ。たく、これだから龍平は。でもまだチャンスはあるぜ。二人で何話してるの？龍平、ほら教科書貸してあげなさいよ。あんたどうせ使わないんだし。もう、野上さん遠慮してるじゃない。健闘を祈る。生徒会長が来るとすぐわかるよな。そうね、3年生様が2年生の教室に何のご用かね。コト、お前は見に行かなくていいのか。あんなのもともと興味ないわよ。みどりさんいるかもしれねえぞ。キャプテン来てたら挨拶した方がいいんじゃないのか。そこのチェックの女、ちょっと待て。ん？静かになったな。また何かあったのか？もしかして野上さんのこと見に来たんじゃない？ありえるな。龍平、肩貸せ。ちょっと二人とも。ウイカちゃん、聞こえなかったか。チェックの服はお前しかいないはずだが。話してください。お前転入生だろ。生徒会長の僕がわざわざ直々に下級生の教室まで出向いたというのに。野上ウイカです。では。おい、人の話は最後まで聞くもんだろ。なんでそんなに偉そうな態度なんですか。少なくとも人に物を聞く態度ではないと思うんですが。ほう、僕を無視した奴が、よくもそんなことを言えるな。すごいことになってんな。何のんきなこと言ってるのよ。いや、なんかこういうの久々じゃん。わざわざ直々に。私、止めてくる。またおせっかいな。
なんだ、お前のクラスだったか。道理でしつけがなってないと思ったら。野上さん、教室入ろう。謝罪の言葉もなしに逃げる気か。野上さん。そう、あ、空気を乱してしまってごめんね。また来るよ。ふっ、まさかこんなに早く気づくとはね。さすが生徒会長様、元井理事長のお孫さんだな。それはあまり大きい声で話さない方が。そうじゃなくて、クラスの女子とかに。それよりさ、ウイカちゃんって案外強いんだね。それ私も思った。あれはその、とっさの出来事で。ちょっとびっくりしたよ。あはは、あの人って、そんなに偉い人なんですか？ただの生徒会長なんだけど、ね。ボンボンでかっこよくて、カレー食うの早くて、それで成績優秀でスポーツもできるから、なんていうか、この学校のスターみたいなやつなんだよ。そうなんですか？カレーは関係ないと思うけどね。だからさっきみたいな取り巻きも多くて、いい意味でも悪い意味でも支配者みたいな人なの。俺はいいと思ったことはあまりないけどな。まあ実際そうだけどね。先生たちもあの人には口出しできないし、私立だから許されてるってだけだよ。生徒会室から呼び出しです。2年2組、野上結香さん、至急生徒会室まで来てください。やっぱり地獄耳かもしれねえな。じゃあ行ってきます。え、無視すると怒られそうだから。そう、あ、じゃあ俺もついてくよ。なんかあったらあれだから。ほら、あれ。じゃあ竜兵行ってこいよ。もう野上さん行っちゃったよ。ほら、二人とも行くよ。もうちょっと前行けないかな。さあ、みんなの前で謝ってもらおうか。どうしてですか？どうして？その態度だよ。年上は敬えって前の学校では言われなかったのか？年が上だと偉いという法則はこの学校では成立しないんじゃないんですか？ほう、なぜ？年が上でも教師はあなたに逆らえない。頭の良さで言っても教師の方が上のはずなのに、立場はあなたのが上だそうで。
それなら私とあなた、年だけではどちらが偉いか決めることはできないのでは？お前は僕を怒らせたいのか？正論を述べただけです。正論？笑わせるな。どこで知り合った情報かは知らないが、少なくとも転校生のお前より学校について詳しいのは僕だよ。そんなことで比べられても。じゃあなんだ、力比べでもしたいのか？私は女ですよ。ああ、僕もレディーに手を出すような男ではないさ。女の私に負けるのは屈辱だと思うので、やめておいて差し上げますね。ふん、そうやって煽るのはやめてほしいね。ただ同情しただけです。そんなに言うなら見せてやろうか、僕が正しいということを。僕にこんなことさせるなよ。卑怯よ。一本。これで慰謝料を突きつけて、しまいには私を退学にする。そんなことしか楽しみがないなんて寂しい方ですね。くでは。ウッド様、おけがはないですか？保健室までお供しますよ。Ha ha ha.